リードシンガー、コスタンザパフォーミングリードシンガー、コスタンザパフォーミングアゲインストザカレントはアメリカのポップロックバンド。2006年に結成され、ニューヨーク州ポキプシーを拠点に置いて活動している。ヒット曲のカバーを YouTube に投稿したことで人気が出始め、世界中で話題となった。2006年にニューヨーク州で結成。結成当初は、 男性4人組のバンドだったが、YouTube でカバー曲を上げ、注目が集まり始めていたクリッシー・コスタンザが加入。現在はクリッシー、ダンガウ、ウィル・フェリの3人で活動中。今までにデジタル販売のみで2枚の EP、インフィニティ、グラビティを発売。初の EP であるインフィニティは2014年5月に自身のレーベルでリリースされ、 ついで2015年2月17日に次の EP で、あるグラビティがリリースされた。その直後の2015年3月4日には、パラモア、ファン、21パイロッツなどが所属する、レコードレーベルフュエルドバイラーメンとメジャー契約した、ことを発表した。デビューフルレングスアルバムインアワーボーンズは2016年5月20日に2番目の フルレングスアルバムパストライブズは2018年9月28日にリリースされた。ありがとうございます。